すごくお仕事を楽しんでらっしゃるようですが、ではチャレンジ、最も大きな挑戦っていうのはどのようなものがありましたか？過去に、それとも未来に。過去と未来両方教えてください。過去のチャレンジは今までしたことのないことをビジネスとして立ち上げます。一番最初に出てくる局面はファイナンスです。そのファイナンスに対してどのようにしてやっていくのか、それを正面から受け止めてやっていくことです。お金がないからビジネスができないんじゃない。ビジネスをやればお金が出てくるんです。なのに今の若い人たちだったりとか、違う会社、ベンチャー企業でやろうとする人はお金があってからビジネスを考えるからおかしな話になるので、そこでは過去では苦労しました。ただ単にお金は必要じゃない、お金じゃないんです、ビジネス。でも資本主義だからお金が必要なんです。これをどちらかを取るかっていう時に、最初過去では苦労しましたよね。その次、未来に関して我が社がどうするのか。我が社は今大阪で、日本で仕事やってますが、この地球上の先進国、いわゆるこの日本っていう国が、外交、いわゆる国交のある国っていうのは約170って聞いてます。170カ国とこの日本という国は国交があると聞いてます。世界先進国は約上位40カ国の中で今世界経済っていうのを回しています。経済がおかしくなっているのは40カ国だけの問題で、その他の国に関してはいわゆる貧困国と言われるようなところであったり、開発途上国と言われる国の方々も同じ経済の中で引きずり込まれているんですね。我々日本の技術であったり、中小企業だったり、小さな会社、これから内需が崩壊していってますから、マイケル・ムーアの「ザ・ビッグ・ワン」の映画のように全く同じようなことになってます。この次に日本はどうするのか。我々は日本を必要とする国に対してこれから進出をしていこう。どこに行くのか。今年、来年、再来年。今ずっとフォーカスをして決めているのは、我々はバングラディッシュに支店を作り、そこに対して必要とされるものの供給をこれから進んで始めていこうっていうようなことを未来に対しては思ってたりしますね。では、そのビジネスをやっていかれた上で成功したことというか、何か成し遂げたことがありましたら教えてください。成し遂げたことは、こんな話があって、基本的に我々の映像はコンテンツです。コンテンツですけど、何をしているのか。そのコンテンツは実際には販路開拓、マーケティング、新規開拓するコンテンツを作っています。いわゆるインターネットビジネスでは、例えばウェブサイトとかネットの広告の世界では100万アクセスだったり、100万ビュー、何人に見てもらったか、それがすごく大事なことになる。我が社は全く逆で、100万アクセスよりも100万円に近い仕事しかしない。それは3人の人しか見なくても100万円につながるような映像作りということをやっています。基本的にはその販路が広がるっていうことを軸にしたような映像を作ってますが、やってる業を見せる、仕事を見せるいうようなことをやってるんですが、非常にやってて今まで嬉しかったことっていうのは、大阪の町工場があって、でそこの町工場の人が、でこの間撮影をしに行った時にお会いをして、でそのお会いした人が私を呼び止められて、で呼び止められた理由は何かなと思って話を聞いてみると、1分間で流れてたインターネットの映像が、東京にいる孫が見た、おじいちゃん頑張ってってファックスが来た、でそれがなんか町工場でこんなに汚い仕事してるのに東京の孫から頑張ってってファックスが来たのがすごく嬉しかったというようなお話があったり、今まで町工場で知られてないの、社長さんがウィークデーの夜中2時半に電話してきて、寝てるのは知ってるけど、あなたに一番最初に電話しようと思って電話したと。それなぜか、すごい大きなビジネスがそこで成功した瞬間で、関わったクライアントの方々が直接ビジネスに触れたり、いわゆる人の心の一番きれいな部分に触れたことの報告をいただいた時に、我が社としては一番それが成功したのかなっていうふうに思いますね。